今日も安曇野のハーブの里フィッシングエリアさんですね。2日目スタートですね。
いしょ、これ、よいしょ、スマッシュのフローティングとかどうかなと、なんて言ってるとこうパシャパシャ言わなくなっちゃうんだよな。
ょっと白さ。そうなのがサイズが釣れたんで持って帰ります。昨日もそうだったんですけども、ウッサはなぜかブラウンよくかかっていましたね。昨日もそうし今日もそうですけど、というわけでそろそろ時間なんで終わりですね。で、安曇野ハーブの里フィッシングセンター、フィッシングエリアさん、ちょっとどっちだったかあれなんですけども、魚もまあまあ釣れるっていうのと、あと大きいのも入ってますし、なんか信州サーモンだったかな、もう入ってるのと、水がやっぱすごい綺麗ですよね。湧き水ですから。なのでこれちょっと持って帰って食べるんで、ちょっと画像ぐらいかな。あ、当たった。まあ、こんな感じで、ございます。チャンスがあったらまたぜひ来たいですね、という感じでございました。ご視聴ありがとうございました。